足バンパイア命つっちゃっていいの、もう無理の無理なんて古いこと試したいな、いっぱいで咲きたいな、私絶対いけるよ。あれが取りればそれはならねば、すがせたって気持ちには逆らえない、うまくいかない、何やってもうまくいかない。はぁ、あ、そうか、気づいて気づついてさ、あの日と同じようにかかる七色の橋、ここでもう一度出会えたんだよ、僕ら繋がっていたんだ、ずっと離れよう、ふわふわしちゃいならどうぞ、帰り準備しちゃおうか、泣いても笑っても愛してね、ノリノリのあとハンディを切れそう、嫌になっちゃってどの明かりの灯らない蛍光と明日に浮き出てる天の上に快楽星打ち上げて死ぬく駆け抜けろ、泥だらけになったヘッドショット寸前の人生、この傷もこの絶望だって共に生きてきたんだよ、手を挙げろ、すでに捉えてた、その期待もその未来も全て撃ち抜いて FPS 手を肯定しないと前へ進めない、まあ君にはきっと無理なんだ、だから君にはきっと無理なんだ、いつの間にやら外野にいたんだ、そんな外野ばっかり飛ばしてきたんだ、何度も繰り返せ、その気合いのない I miss you、 うわっ、ああああ、コルク Z をいじめなやからにつばいて、ああああ、軽く一周哀れみ込めた愛のファンが気にならない、気づきもしない、完全体この意味が分かるまでは、ただ心を強く握って苦しませる、笑われる笑わせるのに溝張りを閉じて聞かせてやる、だからこの名前くらいは覚えて帰れ、ワッハッハッハッ、コルク Z をいじめなやからにつばいて、ワッハッハッハッ、靴下の中には味気ない、切り欠かねのない、you
生まれ変わりましょう。僕らバカになって銃を待って、今だけは忘れてはたた踊り明かそう、この夜を明かす Curious the Curious ね、君となら僕は明かしてみたい。バカにされてしまうだろうな、愛を知る。バックワンツースリー、君を単純に奪い去ってしまう衝動。They say it の今日も。デニムと同じブランドです。ネットで韓国から取り寄せました。取り寄せといえば靴なんですけど、今まで出会った靴の中で一番の子です。マジで一番の女。イタリアから取り寄せました。あの女はイタリア人女性です。よろしくお願いします。自分で思うんですけど、あんま横で歩いて欲しくないタイプの男の子で、自分にプレゼントしたものになります。ハイブランドだとプラダが一番好きなんですけど、理由としては一番好きな映画がプラダを着た悪魔なので、靴はセールで買ったので4200円。リュックは自分が上京してきた時に初めて買ったものなので、値段は曖昧ですが、確か1万円。